2024年秋アニメもラブコメが強いという話をします。個人的なおすすめは青の箱と天神さんちの縁結びと結婚するって本当ですかの3作ですね。まず青の箱について、作画がめちゃくちゃすごいんだけど、これは、まあ、大輝くんが結構恋愛脳なんだけど、基本的にはスポーツ漫画ですね。まあ、ヒロインの千夏先輩がバスケガールで、まあ、主人公の大輝くんがバドミントンやってるんだけど、スポーツに青春を捧げてる同士っていう感じが一つあるわけで、でかこれネタバレちょっとしちゃうと、千夏パイセンは結構大輝くんに対してバドミントンだけど青春頑張ってる後輩でスポーツ仲間っていう距離感だから、まあ青春漫画なんですよね。うん、ただ2クールあるってことは、まあ期待していいんじゃないかなと思いますよ。なんか個人的には全体的にアンリミテッドプロデュース案件でアンデラや黙示録の4騎士の香りがしますけど、まあフーコちゃんもパーシバルも泣きながら頑張ってるから、もう大輝くんも頑張ってほしいですね。次は天神さんちの縁結び、これは講談社枠ですか。思ったより演出と美術が良くて、この辺はこのすば3期や桃地さんちの、まあ、ドライブさんかなと。天神さんちはね、まあ、三姉妹とのハーレムなんだけど、講談社特有の話が動いてくると面白くなるっていうタイプだと思います。まあ、2クールなので、まあ、青の箱も天神さんちものんびり見ていくのがいいかなと。まあ、これもちょっとネタバレするんだけど、三姉妹の個別会が終わったあたりで、まあ、例大祭が始まって、で、それでなんか神社が買収されそうになるから、三姉妹とオリュウが対処するという話があって、割とメリハリについては考えられてるっていう感じですかね。あと、良くも悪くも、ハーレムを匂わせまくってる。ちなみに個人的には三条推しですか。うん。そして次、結婚するって本当ですか。結婚ですかは、まあ、神のみぞ知る世界を好きだった人は、まあ、見て損はないんじゃないかなと思います。ヒロインのリカさんが、神のみぞ知るや疑似ハーレムの早見沙織さんだから、白亜の衣服としても見れるかもしれないですね。ちなみに旦那の声優さんはダンジョン飯のライオスですね。まあ、ライオスのような異常者じゃないけどね。まあ、この漫画、結婚系なんだけど、結婚系って1話は結構むちゃくちゃなんだけど、それ以降の話の転がし方次第っていうのがあって、この作品はなんだかんだ結婚するために恋愛を始めたり、あれこれ準備を進めていくところが魅力ですし、割と原作完結済みだからワンクールで結構キリが良いんじゃないかなと思います。まあ、いろんな意味で疑似ハーレム枠だと思いますね。次、ニゴリリ 2.5 次元のリリさ。ニゴリリは俺ラブコメだと思ってないけど、これなんか2クール目からかなり面白くなってきてるから、ボッチちゃんみたいなノノアと友達になったり、ここから夏コミ編ってやるからそれも楽しみですね。あとこれなんかカンパケしてるっぽいので、まあ JC スタッフさんでもその辺の安心感はあるかなと思います。次、ランマ1/2。ランマは開口枠じゃないかなと思います。てか、ランマは、お色系バトル漫画じゃないかなと思ってるんですけど、まあ個人的には、レイはうるせえ奴ら枠かなと。まあしっかり見ておくんだったら、ネットフレックスに入っておくべきだとは思います。まあランマはレオガと、シャンプーが来てから本番だと思うので。次、妻、小学生になる。人情ドラマとして見るかどうかかな、うん。ただ、演出として泣ける話っていうのはまあ書かれてるとは思う。キララの訪問者のずらしとしても、まあいいんじゃないかなと。まあ作画も割と1話の時点では安定してますしね。うん。次、村井の恋。これも JC スタッフさんだけど、LINE 漫画×コミックジンってことで、まあだいぶ人は選ぶかなと思う。てか、ディズニープラス独占だしね、これ。まあ僕はディズニー入ってんだけど、まあ紙芝居モーションコミックだからあれこれ言われてるけど、原作ファンからの文句ってあんま見ないんですよね。まあ、ちゃんと原作の絵柄を再現してるし、まあ、良くも悪くも女性向けラブコメだから、まあ、人は選ぶと思うけど、まあ、いい仕事してるとは思います。うん。てか、これディズニープラスで1ヶ月ぐらい早めに配信されてるから、落とす心配がないっていうのも、ま、安心感ですね。まあ、ファンに求められてるんだったら、悪いアニメではないと思います。次、来世は他人でいい。あ、これは反射枠ですね。個人的にはファブル枠として見てます。これも女性ファン多いんだけど、
まあ、結構スタジオディーンさんらしいよね。うん、あそこも結構女性向け展開多いから、まあ、かなり期待してます。こっから主観が混じるから語るけど、君はメイド様、ネタバレしとくけどかなり癖が強い。うん、というか超ざっくり予言しとくと、これね、シリアスパートがナローミっていうか話術師未満だから、ウエタレイダーさんの可愛い女の子が見たかったらワンダフルプリキュアか青の箱を見ればいいし、悲しき過去を持つ主人公に優しくして再起させる主人公だったらアニメイジングのその中止のナルセナ見ればいいし、メイド様のシリアスは話術師の方がかっこよいと思う。うん、まあ、超ざっくり語るとこれロシデレ枠だと思ってます。可愛い女の子とのラブコメだけやってりゃいいのに、それ以上求めた結果なんか微妙な感じになるっていう感じですかね。これでメイドのユキさん可愛いやったっていう作品だったら何も言わないんだけど、藤田和弘先生だったらユキさんは改心を書いても最終的には落とし前はつけると思うし、まあ、最後でみんな笑顔のシーンに生きて立ってはいないと思う。アンチ藤田和弘作品だと思うよ。つまり割とそういう感じか。うん、まあ不安枠ですね、ある意味。それこそナルセナぐらいアニ売りで補強しまくればいいんだろうけど、うーんって感じか。あ、一つだけいいこと言っとくと、主人公の妹の声優さんが学末の琴音の人だから、まあ、学末で注目集まってるところのメインキャラってことで、そこら辺は期待してますね。まあこんなとこですかね。うん、君はメイド様、ロシデレほどやばいって感じはしないけど、あれは覚悟した方がいい。いや、シリアス何やるのかって、話術師の介護官だから、話術師見た方がいいって展開になるからね。まあ、他、青箱、天神さんち結婚ですかあたりは、まあ、抑えといて損はないかなと思います。特に青箱と天神さんちは結構二大巨頭ってなるんじゃないですかね。まあ、たっぷり2クール用意してますし、まあ、気長に見ていくタイプの作品じゃないかなと思います。まあ、なろうだけど、まあ、それこそリゼロとかも、実質分割2クールでやるっぽいから、今年の年末はなんか、秋アニメが終わるって感覚にはなりにくいのかもしんない。いやー、楽しみですね、秋アニメ。まあ、最後に、君はメイド様の話ちょっとしとくけど、ユキさんも他人の人生を奪ってるはずなんだけど、そこら辺あんま言及されない作品だから、うん、だから話術師のノエルとあんま変わんないっていうのはそうなんだけど、でもノエルは外道じゃん。でも仲間には優しいっていうか、そういうところのあるから話術師は面白いんだけど、いやまあ見ていけばわかるよ、君はメイド様はナロー系だって。うん、